はいどうも、なおちんです。さあ今日は妖怪学園 Y のアップデート情報が出ておりましたので見ていきましょう。大型無料アップデート第3弾2021年初頭に配信予定。このね、初頭っていうのをすごい強調してあるのよね。今回初頭っていつなのわからないよね。でもまあおそらくアニメが切り替わる頃、来週じゃないだと思うんだけどね。1月の20前後に来るんではないでしょうか。まあ予想しておきます。それでは新しい情報を見ていきましょう。超高難易度の怨念ミッション追加、そして怨念ヒーローや怨念ボスを倒して専用アイテムをゲット、さらに超目玉となる新たなマルチプレイも追加予定となっております。11月のアップデートでも高難易度のミッションみたいに追加されたんだけども、まあ、結構余裕だったよね。でも今回のは超がつくから超高難易度のミッションなので相当難しいんではないかな。はい、まあ、とりあえず下の方見ていくね。味方だったはずの妖怪ヒーローが敵に、なんかねベニマルが黒くなってるのよね。妖怪ヒーローに負けた怨念やエイリアンの恨みや憎しみが怨念となり、妖怪ヒーローの力を奪って自分たちのマリオネットのような妖怪ヒーローを作ってしまった。なんかこのプレイ画面のところを見てみると、怨念ブルームーン、怨念ワイルドボーイ、怨念ベニマルっていうのがいるね。でもレベル見て240、これは弱いんじゃない。まあ、これがノーマルクエだとして極になると、そうね、3倍になったとしても700ぐらいか。おそらく次のアップデートでレベル上限が1000か999になると思うのよ。なのでその時に倒すとすると、そう大したこともないのかな。このプレイ画面を見る感じではそんな感じがする。妖怪ヒーローの力は奪われているため対抗できるのは人間キャラクター限定、変身できないんだ。変身せずに戦う、あ、これはなかなか厳しいかもしんない。変身が使えないこともあって難易度は極ムズ。スリッパやグローブなど武器や学園ジョブ、クラブスキルなどパワーアップ要素を駆使して妖怪ヒーロー、怨念ヒーローを倒し元の力を取り戻そう。なるほど、ここでようやく通常の武器のスキルが輝く時が来たね。今まであんまりね注目されてなかったけども、その武器っていうのがちょっと重要になってくるんじゃないかな。まあ、CCOT9、 あー、なるほどね、ちょっと黒くなってる感じになってます。そしてミッションの中で出てくるのは怨念ヒーローだけではない。さらにパワーアップした怨念ボスも登場する。これは変身なしで倒せってこと。まあ、花子さんはわかるよ。花子さんはまあいけるかもしんないけども、マゼラギガース、これは厳しい。あ、いやいや、これはプレイ画面を見る感じで変身してる、変身してるならいけるわ。まあ変身ヒーローのレベルが751ということは、ボスはこれは1000ぐらいあるんじゃないの。相当攻撃が激しそうです。なんて書いてある、前回のボスバトルの時よりもさらに凶悪になっただけではなく新技も繰り出してくるので要注意だ。怨念ボスの怒りはプレイヤーに様々な挑戦を仕掛けてくる。おー、なかなかやりがいがありそうなクエストだね。そしてポイント2、専用アイテムがゲットできるチャンス。怨念ミッションをクリアすれば強力なアイテムが手に入る。11月のアップデートで覚醒武器が出たけど、そんなに使えなかったよね。レベルが全然足りなかったから使えなかったけども、今回は使えるの？使えるんだろうね。
おそらくキラー武器みたいなのが出てくるんじゃない？怨念エネルギーっていうのを集めなきゃいけないみたいなんで、これは妖怪ウォッチ4プラプラのキラー装備の時ぐらいえぐいやつじゃないかな。一つの装備を作るのに5、6時間軽くねかかるっていう、そういうやつじゃないでしょうか。で、下を見てみると、怨念ボスを倒すと専用の召喚メダルと怨念エネルギー。おー、あ、怨念エネルギーは妖怪ヒーローでも、怨念ボスでも、どっちでも出るんだね。なるほど。で、召喚メダルは、どうだろう、強いのかな。今はほんとね、爆食メダルが無双すぎて、他はあんまり使われないんだけど、昔のように花子さんがすごく強くなるとか、そういうのも出てくるのかな。何何？ドロップする怨念エネルギーなどを素材として新たに強力な武器やグッズなどをクラフトすることもできる。はいはい、怨念エネルギーっていうのが今回の大型アップデートの鍵になるアイテムなんだね。そして最後ポイント3、超目玉の新しいマルチプレイが追加予定。どういうことなんだろうね、これが意味がわからない。ダウンロードコンテンツ3では怨念ミッション以外にもさらなる目玉の更新の予定が、ジンペイやコマ、マタロウ、ラントなど10人の個性が詰まった Y 学園のキャラになりきってみんなで学園生活を楽しむような新しいマルチプレイ、カミングスーンって書いてあるけども、どういう意味なんだろうね、これが全くわからない。はい、ということで今日はね、新しく更新された大型無料アップデート第3弾の情報を見ていきました。まあ本当にこのね、2021年初頭っていうところが気になる。来週、まあ1月20ぐらいであれば、もう発表してていい頃だと思うんだけども、それが発表がないってことは、ちょっと怪しい気もします。でもまあ1月中に来てください。お願いします。本当にお願いします。1月中。まあ楽しみにしておきましょう。その時はね、動画をどんどん出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。そいやっ。